白菜、今日もまたティーチャーを待ちながら作っていきたいと思います。じゃあ白菜で副菜作っていきます。はい、白菜 OK。レンジでチンします。3分チン。レンジの加熱が終わって絞りました。味付けしていきます。めんつゆ大さじ1、塩昆布これぐらい、鰹節、これは後で盛り付けます。おネギ、今日のお汁は豚汁にしたいと思います。はい、ネギ OK。人参も入れていきます。はい、OK。ごま油、野菜を先に炒めます。大根も残ってたんで入れちゃいます。豚こま、豚も入れていきます。ちょっと豚汁にしては分厚いかもしれないです。じゃあお水入れます。はい、完成。マッシュルーム、今日はちょっと大きめのマッシュルームが手に入ったのでフライにしたいと思います。結構大きいです。何と比べたらいいや。じゃあフライの卵液作っていきます。卵1個、お水大さじ1、小麦粉大さじ1、はい OK。衣 OK です。玉ねぎも一緒に揚げていきたいと思います。じゃあ準備できたので揚げていきます。じゃあマッシュルームから揚げていきます。ちょっと油が少ない気がしますね。よいしょっか。ちょっと順番に揚げていきます。マッシュルーム OK です。生でもいけるんだよね。じゃあ玉ねぎも揚げていきます。系。おお、すごい。なんかドーナツみたいになっちゃった。オニオンリング。そう。揚げたこ焼き。家で作らんよ。揚げたこ焼き。食べようかな、じゃあお風呂前に。じゃあ盛り付けるわ。一個切ってみるわ。おお。すごい。可愛くない。テッカテカよ。すごいジューシーそうね。はい、オッケー。で、今日はお塩かオーロラソースつけて食べてみよう。完成。いただきます。あ、豚汁。そう、豚汁。美味しい。本当に美味しい。よかった。具だくさんね。うん、詰め込んだ。アナコンダ。疲れてる。本当に美味しい。なんか味がそんなに決まってないかもしれない。好きだけど。あ、本当。うま。ちょっと食べさせてください。食べてみて。うまく揚がってるかな。マッシュルーム。マッシュルームいっちゃう。塩で食べます。うん。ジュワ。サクジュワ。うん。いい。おいしい。今日の晩ご飯最高。うん、まあ。不自然ない。この衣にさ、粉チーズ入れようと思って忘れてた。ほんま。ほんまにか。違和感あるな。意識すればするほどなんやけど、関西弁がどんどん抜けてってるなと思って、下手になってるなって。だからこう意識的に使おうと思ってんだけどさ。やめて。え、なんで。自然と出るんやったらいいけど、そのなんか自分からこう出されるとなんかもう。いや、自然と出したいんやこっちも。でもなんかやっぱりさ、なんでなんやろね。ほんと地元帰った時とかすごい方言強いなって思うのよ。それがなんか嫌で練習しようと。なんでやねん。いいんやけど別に。でもなんかそれちょこちょこ言ってる。うん、あんまピンときてないよね。なんつったらいいのかな。その聞くよ聞くよ、一回ちょっと待って、聞くよ。うん、聞く聞く。そんなには聞かんでいい。うん。関西弁ってちょっと強く感じられがちやんか。だからそれを薄めようと語尾の文字を変えたりするんですよ。すんねん、すんのようにちょっと変えたり。それがこう積もり積もってさ、変な言葉になってて。あこにあんねんをあこにあるのよ。とか。ちょっと聞いてなかった。聞いてなかった。え、返事してたけど。ごめんなをごめんねにするとか。あ、だからこんにちはをヤッホーっていうみたいな。ちょっとちゃうな。え、そんな違うと思ってる関西弁と標準語とさ、ヤッホーちょっとちゃうな。なんか嘘。じゃあ本当に聞いてなかったんかな。大きにとかもさ、お父さんお母さんは使ってんのよ。ああ、大きに。そう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 。ちょっと今憧れるもんな。大きにをさらっと言えって言いたかったなって思いました。なるほどね。大きに博士。大きに博士。あんまりそこは分からんけど、お愛想みたいなことや。いや、お会計でって言っちゃう。なるほどね。お愛想。あまりもらえるとかさ。あー、なるほどね。よう言えもその感覚、まあ近いか。毎度とかやってる。もうね、キャラクターちゃんその人。ちょっと俺の胸筋さん。おー、すごい発達したね。あー、もう終わり。なんかさ、言ってみたい言葉ない？言ってみたい言葉。さらっとよ。さらっと、でも一回ぐらいそのマスターって言ってみたいかも。マスター、今日こんなことあってさ。マスターに今日一日の出来事を話す。なんかかちゃうな、聞いてんのと。え、なんて言うた？言ってみたい言葉よ。ああ、だから、うん、マスターに今日はできない。会話ならへんな今日。ごちそうさまでした。